私たちがつなぐもの、それは誰かの安心、誰かの笑顔、誰かの願いだから。当たり前の日常を支え続けるためにつなごう、思いを、明日を。一人一人が未来を灯す感電光。休日のんびり QVC、 急に欲しくなる QVC、 給料日じゃなくても QVC、 キュンとしちゃうな QVC、 キュートな私に QVC。 お買い物チャンネルの QVC なら旬のあれこれ勢ぞろい。テレビでも QVC、 ネットでも QVC、 お買い物チャンネル QVC。ボンズの試合を何試合か俺見てて、改めて素晴らしいチームです。硬いで、9試合やって22得点3失点で、うち、1点が PK かな、 PK で失点で、あとはアクシデントみたいな失点もあって、基本的には失点をしない、やるべきことが徹底されている素晴らしいチーム。こんなこと言ったらなんだけど、うち普通にやったらね、5回やったら4回負けると思う。だけど1回は運が良ければ勝てる。もうピッチ上のハードワークでその運を引き寄せるしかない。いや、でも俺たちはもうそれしかないから、とにかくピッチ上でハードワークしてその運を呼び寄せる。今日俺らが全員意識しなきゃいけないことはボンズ徹底だから。分かってる。分かってる。ボンズ徹底だから。いいか。やれることを徹底的に、愚直に、ひたむきに90分間泥臭く戦う。いいか。楽しんで90分間やってこう。いいか。いこう。
シンプルにまず後期を変えて2日前にしてアウト。まず安田がそのまま捨てて、安田がそのまま捨てて、その次の交代で宇野村と対菊花。ああでもな、怪我怖いな。でも負けてるからリスクある程度。今行くか、ちょっと待って、あと20分、あと25分、行くか、もう行ってみるか、つか変えてみるか、つか変えてみるか、そのままと、つか変えて、ここに梅村入れてみ、あ、大輝入れてみるか、あ、2枚がどう、いや、もう一個取れ、もう一個取れ、もう、大輝とか2点取らなきゃいけない、2点取らなきゃいけない、勝負しようって、勝負しよう、ここで行こう、大輝、大輝。入場者数1065名様です。ありがとうございます。あと15分ですね。ロスタイム入れて20分ぐらいでしょ、行ってみる。ある程度リスクを犯して取りに行くなら、鍛え続けるしかないから、この強度に負けない強さを身につけなければいけないので、もちろん、そんな簡単じゃないのはよく分かってる。だけど諦めずに下向かずに、戦っていこう。お疲れさ。やっぱり守備のスイッチ入れるところとか、構えたところがどうやって出ていくかとか、まあ、全体でもう一回整備して合わせていかないといけないなって。でそれができないと俺らはそんな器用じゃないから、それをして勝ちに行くっていうところがあるんで、もっとみんなで話していきましょう。じゃあもう一回みんなもう一回頭整理して、明日明後日リフレッシュしてまた帰るからみんなで話していきましょう。次1回ですよね。また勝って、これ勝って、また勝ち点3、1個ずつしっかり積み上げていきましょう。終わります。